こちらは神奈川県民ホールです。ただいまシャボン玉によるアートパフォーマンス大巻真嗣メモリアルリバースを開催中です。ぜひお立ち寄りください。なお上からの眺めも大変綺麗です。向かって左側の階段から上の方にお上がりいただけますので、こちらの方にもぜひお越しいただき眺めをお楽しみください。写真動画の撮影はご自由です。フラッシュを使っての撮影三脚のご使用はご遠慮いただきますようお願いいたします。なお6時半からアーティスト大巻真嗣によるトークも予定しておりますので、そちらの方もぜひご参加ください。
本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。これよりアーティストによるトークも行いますので、ぜひお聞きください。はい、はい、皆さんこんばんは。私は神奈川県民ホールの学園をしております中野と申します。本日はご来場いただきましてありがとうございます。シャボン玉によるパフォーマンス、大巻真嗣眠れるリバースということで、まずはこの作品を制作をしてこういう演出をしました作家の大巻真嗣さんを紹介します。大巻さんです。はい、ありがとうございます。皆さん本当最後までパフォーマンス見ていただきありがとうございます。作家のです。今日はですね、2時から昼間の公演としてこのパフォーマンスを行ったんですけども、昨日まで雨が降ってましてね、この仕込み、皆さんカッパを着て我々仕込みをしたということがあって、はい、今日晴れてくれてよかったですね。昨日の段階で晴れると思ってなかったので、皆さんこんなに集まってくれると思っていなかったので、本当に今日は良かったなと思っています。ありがとうございます。皆さんのおかげです。ありがとうございます。スタッフの皆さんありがとうございます。はい、今日どうでしょう、昼間の、ね、太陽の光で、やったパフォーマンスと、こういった照明を、はい、照明家にお願いしてやったパフォーマンス、そして大巻さんの演出、はい、どうですか、うまくいきましたか。ですね、まあ、昼間のパフォーマンスっていうのはちょっとまだ雨が降っていて、準備の段階で少しいろいろと打ち合わせができなかった部分があるので、はい、ちょっと昼間のパフォーマンスに関しては明日楽しみにしていただきたいなと思っていて、はい、今日の夜のパフォーマンスは先ほどちょうど凪の時間で昼と夜がこう変わっていくその時間帯だったので、はい、一瞬風が止まっちゃいました。でそれでちょっと急遽ファンを入れたんですけど、はい、ちょっとそれで風が止まっちゃうともうこんなに高く上がらないのでどうしようかなと思ってたら、はい、風が吹いていただいて神様のおかげでいい感じになった。はい、今現在のこの横浜の地区ではさまざまなアートイベントが行われておりまして、例えば今横浜美術館赤レンガ倉庫1号館、そして横浜市の開港記念会館を使って行われている、まあ、国際的なアートパフォーマーアートの、まあ、イベントであります横浜トリエンナーレ、これがちょうど今開催されておりますけれども、まさにこの大巻さんがこの作品を作られたのも、2008年、はい、その横浜トリエンナーレの参加作品としてこのパフォーマンスをちょうどすぐ歩いている大桟橋、ね、そうですね、大桟橋があと、はいはい、ちょっとどうですか、9年ぶりの横浜の地でのこのパフォーマンス、感無量というか、アート作品を、まあ、9年間続けられるっていうのは本当に良かったなってまず思います。というかこういう作品がこう9年間続けられるかどうかっていうのは本当に分からないので、いろんな、まあ、世界各地、日本いろんな土地へ行ってこういうパフォーマンスをやってくださいって言われて、でいろんなことをやってる間にまた戻ってこれたってことにすごく嬉しいなと思っています。大巻さんはこの作品を、まあ、日本のみならず世界各地で、まあ、発表されているんですけども、はい、その、まあ、土地と、まあ、シャボン玉っていうそういったつながりっていいますか、はい、土地の人といろんなこうその土地柄とか、はい、そこに、住んでいる皆さんとかそういった方々とコミュニケーションを取りながら、はい、されていると思うんですが、いかがでしょうか、横浜の、まさに気持ち。ですね、はい、横浜はね、本当もう100人ぐらいのボランティアの方がその2008年の頃、最初は安良君といううちの、メインのスタッフがいるんですけど、彼が一人でこう押して一人でこうなんかこう用意をして片付けて夜中まで朝までやってたんですけど、一人増え二人増えで100人ぐらいの方々が手伝ってくれるようになって、今でもそのボランティアの方が一緒になってワークショップやってくれたり、今日もここに来ていただいたりとかして本当に嬉しいなと思っているのと、横浜の地って本当にこういろんなものがこう発祥の地が多いので、そういった意味でこういろんな場所でやりながらその歴史を確かめていく、その歴史の場所を知っていくっていうのですごく面白いパフォーマンスになっていると思っています。で今日はそういったものも含めて全てこう久しぶりにこうなんかこう空間をもうそういったものを全て含めてこう飛ばしたいなっていうか、そういう気持ちがあったので、はい、今日はド派手に100台約100台のシャボン玉の機械と
て、今まで横浜ではこういうライティングアップはしてなかったんですけど、今回初めてこういうライトアップのものを、見せることができて、非常に嬉しいなと思います。100台っていうのは結構多いよね、塚本さんですか？普通は50台から70台ぐらいやるんですけど、はい、100台をやると本当にオペレーションが大変なんですよ。はいはい、まさにこの作品は大巻さんを中心に、スタッフの皆さんがシャボン玉のマシンを配置とかいろいろこう、やりまして、そこでまさに今日、そのシャボン玉が、今日ご来場いただきました皆さんとコミュニケーションが取れたという感じですね。そうですね、本当にこのシャボン玉のパフォーマンスって見ると派手ですごいんですけど、それにはすごい労働が課されてるわけですよね。でこれは世界中っていうか、先ほども話したんですけど、これをメンテナンスをして次の場所の人たちにバトンをつないでいくっていうところで、かなり皆さんこうその手伝ってくれる方々が次の土地、見知らぬ土地に対しての思いを込めてこのバケツに乗せてこう運んでいくので。